持ち帰られた。あれ、おお、イエー、松田なんか来てるよ。ちょっとそれ見たことあるよ、今見てたよ。え、これ何、なんすか、マットさん。これでネロのコートですね。ネロのコート。そうですね、あのスキャン技術を採用したと申し上げましたが、うん、実際にスキャンしたコートはこれです、ね、え、じゃあ本物じゃないですか。これ本物、これどういうことですか。要するにこれ本物ですね。今回は 3D スキャンって言って、まあ、あの中の人間もそうなんですけど、服も全部実際に作って、はい、それをあのカメラでスキャンしたやつでモデリングしてます。そんなんしてますの今。これだから本物、本当に本物です。本当に本物作ったやつじゃなくて、これを取りスキャンしたやつがゲームで出てる。これが元。マットさんがこれを着て、うん、あのプロモーションに行くとかそういうわけではなく、そっちがついでにやってるだけで、あ、そっちはついでにできるけども、ね、開発の段階でそうですこれを作る、はい、作ってます。すごい。マットさん、これどころお値段は。お値段ちょっと言えないんですね。すごいでしょ。ただまあ、あの軽自動車ぐらいは買えると。こんなに最近の軽自動車高いで。どこが軽やねんって、うちのおばあちゃん怒ってました。うちのおばあちゃん、これ質感がほら、ほんとダメージ仕立てで、そうなん、こっちも全部ちゃんと取られた、取られたところちゃんと綺麗、綺麗、綺麗じゃないか。スキャンシャスがそのままゲームのモデルなので、ゲーム中でちゃんと使い込んだ状態にしてから、あの撮影してますね。すごい、ね、生地もすごい、あの、選ばれたってこと。そうですね、生地も、うん、あのこれあの消防士さんが着てる生地、耐火の生地なんですけど、ありますね、はい、これは、ね、最近のやつだともっと目が細かくてナイロンっぽい感じなんですけど、うんうん、わざわざそのゲーム画面に入るようにちょっと縫い目が荒い、荒い、あ、なるほど、やつ、ちょっと昔の消防士さんの服を使って、ちょっとテクスチャの感じが出るように、ね、このザラザラ感が出るように、うん、ちゃんとゲームの中でもきち出てますんで。あ、出ますか、やっぱこっちは細かいと見えなくなっちゃうんで、ちょうどいい具合なと探して。そうですか、わざわざ旧式に戻して、でその肩のあたりのこのツルツルテカテカ感、これもちょっとテカリの感じがゲームの中でこの、ね、普通のザラザラしてるところの、うん、違いがよく出るように、この革のオタクが出て、その結果が、まあ、軽自動車1台分です。いや、どうしまんの、これ来てめっちゃ頑張らなきませんよ、マッサさん。これからいろんなとこ行ってね。まあ、すごい青似合いますね、マットさん ね、うん、ね、めっちゃ似合う、うん、青色よう似合ってはるわ。 Thank you。ええ声で言うてくれましたけど、なるほどね、このまま開発の時にこういうのも作っていって。